ピンポン。こんにちは。わー、なにあれ。はじめまして、触手です。なんだ触手か。なんだじゃねえ、驚けお前ら。触手だと、やっぱり、ゼロ株の貴様と、これは、もしや無服で龍服な展開ありますか。今日はそんな展開ありますか。強靭し的な。強靭し的な。いいね、やっちまいましょう。もうねっちょりと、めっちょりと、めっちょりめっちょりめっちょり。いや、お前らいい加減。やめましょう。女性がねっちょりめっちょりとかはしたないですよ。なんか触手に立たされてる。てか私乾燥肌だし。触手で乾燥肌、顔触手でねっちょりがないなんてありえないでしょ。無視なことできないでしょ。はあ、あのねえ、この場を借りて言わせてもらいますけどね、いい加減私をエッチな目で見るのやめませんか。別にお前をエッチな目で見てるわけじゃねえ。くっそ、なんだこの触手マジで。ねっちょり粘液もないってことは、いつの身を溶かすご都合粘液祭りもできねえし、グッチグッチの効果音も出せねえじゃねえかよ。この子マジで何考えてんの。あ、音は出せますね。出せんのかよ。てかその音やめろ。なんかめちゃめちゃバンされそうな音だからマジでやめろ。あとは一応縛ったりとかはできますね、長いんで。希望を見出した表情やめてくれる。あ、でもどちらかというと縛られたい派です。お前の癖は聞いてねえ。肩結びならなおよし。無駄に注文が細かい。葵ちゃんは縛られたりしてるのが見たくて、触手さんは縛られたいから、私がたくさん触手用意してきたので。なんで。これで触手さんを縛って私たちはそれを干渉する。これで君は幸せ。そんなん種族交流会嫌だよ。私触手も在庫持ってるので、これ回収しちゃいますね。いやすげえな。おい、後で発注しよう。おい、